前の車が悪くなかったんで、これよりどんぐらい良くなるのかなっていう、ガソリンもいい車に仕上がってるぞっていう、ライバルのですねシエンタと比べると。車買ったらすぐ施工、シナザン50。ラブカス TV 川口学です。今日はホンダの新型フリード、テストコースのですね初めての試乗ということになります。で、私の後ろにですねあるこちらが新型のエアーというモデルですけれども、今回ですねこのエアーは EHEV を搭載したモデルということになります。で、EHEV の場合はまず旧型とのですね乗り比べから、ということになりますので、こちらがですね旧型がありますので、こちらに乗ってから新型に乗るというそんな比較のですね試乗をしたいと思います。で、こちらがこれまでのフリードのハイブリッドモデルということになりますので、まずはこれに乗ってどんな感じなのかというのをチェックしていこうと思いますけれども、こちらはですね、はい、1.5 リッターのハイブリッドシステムを搭載したモデルですけれども、新しい EHEV とはちょっと違っているというところでございます。装着タイヤですね、185の 65R15 15インチサイズの横浜のブルーアースの E50 がついておりますので、まずはですねじゃあこれから行っていきたいと思います。仙台モデルをですね試乗したいと思います。そうか、足踏み式のパーキングブレーキですね、これは。そこがまずちょっと違うというところですね。さあ、 IDCD が搭載されているモデルですね。なので、まあ、これから乗る新しいやつの EHEV とちょっとシステムが違うという、今まで、フィットなんかでも昔使ってたやつですね。で、今コースに周回路にですね合流していくようなところですけれども、この辺りの加速していく感じなんかもですね新しいのとは違うというところで、改めて思い出すように試してみてということでございます。で、まあ、これ自体もそんなに悪い感じというのはですねなかったですけれども、やっぱり最近 EHEV のシステム搭載したモデルいろいろありますけれども、やはりあちらの方が電動感が非常に強くてですね、そのあたりがすごくこう未来的な感じがするというのがあるので、こちらのですね IDCD の方に乗るとそのあたりが少し時代がですね前の感じだなっていうところを受けるわけですよね。なので別にこれもまあパッと乗って悪いわけじゃないですけれども、まあ、例えば今も100キロぐらいで走ってますけれども、穏やかにアクセルこう開けていくようなシーンだとそんなにこう悪いことないですけれども、ちょっとアクセル強く踏むと、まあ、こんな感じでエンジンがですねかなりうなる感じになったりとか、その時の回転が上がってるのと加速の釣り合いみたいなのがちょっと取れない感じとかですね、そういう部分もあるのかなっていうところですよね。で、今110キロぐらいでだいたい走行してますけれども、まあ、こうして走ってるとそんなにロードノイズとかエンジンのノイズとかっていうのはその大きくないんですけれども、まあ、このミラー周りとかこの辺りからゴーっていうですね音が、まあ、風切り音含めて、結構入ってくるのかなっていうイメージがありますね。で、乗り心地もすごい悪くないですし、まあ、今後ろにもこう人が乗っていていただいて対角線上に乗ってもらってるんですけれども、こうして高速周回路を走る限りはこの車自体もすごくよくできてるなっていう感じはしますけれども、ちょっとこうフルフルした動きとかですねそういったところがまあ出たりとかっていうのはややあるのかなっていうところですね。で、全体的にすごく滑らかな感じっていうのはあるわけですけれども、やっぱりこう高い速度域になればなるほどどこかこうちょっとですね本当にうっすら頼りなさげなところもこう出てくるのかなっていうところで、まあ、この辺りは今までで言ったら、まあ、このサイズの、スモールのミニバンであれば致し方ないところでしょうみたいな感じなんですけれども、おそらく新型と比べるとこの辺りはだいぶ違うんだろうなっていうところですよね。乗り心地はまあ悪くなくて、ほんのちょっとこうゆらゆら揺すられるような感じの動きはありますけれども、それ以外はそんなに不満ないんですけれども、ハンドルとかはですね、まあ、こうして乗ってると悪い感じはしないんですけど、もうちょっとなんかしっかりした感じが欲しいとか、そういう部分っていうのは必然的に出てきますよね。で、まあ、今150キロぐらいのシーンで、まあ、この車で150キロ出すシーンというのはあんまないわけですけれども、このぐらいまでをマックスとして走ってくれっていうことなので、一応今そのくらいの速度域にしましたけれども、まあやっぱりどこかこうゆらーというか揺すられる感じみたいなのは少しあるのかなっていうところですよね。まあ、今日は風がちょっと吹いてますけれども、向き的にはそんなに影響してないところなのでそんなに揺すられてないですけれども、若干ですね揺すられる感じっていうのはあるかなっていうところですよね。でも
乗ってみて思うのは、思ったより全然悪くないので、ここからどのくらいよく感じるのかなっていうのがすごい楽しみな部分だったりしますね。本当にだからそういう意味ではよくできてるなっていうふうに感じるところのが大きいですね。まあでもこうして走ってるとやっぱり気になるのは路面のそのロードノイズとかというよりは、まあこの辺りのエピラ周りのなんか風の音がすごいするぞっていう感じですね。さあそしたらこのままですね、高速周回路を終えて次はですねワインディングコースに入っていきますので、そこでの様子を見ていきたいと思います。まあやっぱり車的にはまあワインディング走るというよりは街中を走る方がメインの車なんで、こういったシーンを走るのがですね少ない車ではありますけれども、こういったところで走るとその右に左にハンドルを切っていくようなシーンとかが多くなって、まあ必然的にこの上屋のですね感じとかも気になってくると思うんですけれども、やっぱり先ほど高速周回路で走っている時から少しこう揺れるような感じの動きみたいなのがあって、それはですねこういったところで走ると当然ゆらゆらしたものとして感じられるっていうところではありますよね。なのでまあこういったテストコースは路面も相手の厳しい設定になっていると思いますけれども、こういったところを通れば、まあ、必然的にこの上のこうもっさりした感じっていうのがどうしても出てきますし、こういった路面が悪いところを走るとなんかこう揺すられみたいなのは大きく感じるようなシーンではありますよね。それとまあ今みたいに切り返した時のこの動きのですね、まあ、ちょっとどんな感じというか、そういったところというのは必然的に出てくるかなというところですね。とはいえ今こうして走っていても本当にやっぱり改めて前の IDCD でもそんななんかこうギクシャクしてる感じというのもそんなにないですし、穏やかに踏んでる限りはですねすごく滑らかではありますし、まあ、ちょっとしたそのなんて言うんだろうな、急な操作みたいなところとかアクセルいきなりパンと開けたりした時のやっぱり動きとか、そういうところを新型では今回気使ってると思うんですけれども、そういったところで少しだけなんかちょっと気になるなみたいなところっていうのはあるのかなっていうところですよね。そう考えると、まあ、これも当時としては全然悪くないですし、むしろよくできていた方だと思うんですけれども、これがどんだけ進化しているかっていうところを次の新しいので見ていきたいと思います。まあ、こういうところでアクセルちょっと多めに開いちゃったりすると、今みたいな感じでかなりこううなってるような感じが出て、まあ、そういう部分がクオリティ感というかそういうところにも出たりするので、まあ、これもだから難しいですね。そのエンジンの回転とか上がって勝手に吹き上がってるけどその加速にはなっていかないみたいな感じはある一方で、どんな状況でも滑らかに走ってるっていうような表現をすればそっちでもあるので、まあなかなか難しいところではありますね。さあそして続いてはですね、こちらの新型のエアということになります。まあ、こちらはですね 1.5 リッターの EHEV ということで、まあ、先ほど乗ったですね先代モデルから比べると IDCD から EHEV になったというのが特徴ですね。しかもまあ最近のホンダの EHEV はやはりほとんどの領域をですねモーター走行しているということで、まあ、エンジンもかかりますけれども常にですねほぼほぼ電動駆動しているということになります。でエンジンの効率のいいところだけ一部直結になるという、要するに日産の e パワーとトヨタの THS のですね、さらにいいとこ取りみたいな感じのですね、そんなですねユニットになってるわけですね。小さい排気量の EHEV だとやっぱりエンジンかかっているのがですねすごい伝わるので、電動で走ってるんだけれどもエンジンで駆動してるんじゃないかみたいな感じっていうのが少しあるのが、まあ、最初のフィットなんかそうだったんですけども、まあそれもだいぶですね変わってきてはいるので、そのあたりどうかなというところですよね。そして、はい、この試乗車の装着タイヤですけれども、こちらはですねグッドエアのエフィシェントグリップですね、パフォーマンス2と書いてありますけれども、サイズが185の 65R15 ということになります。まあサイズ的には先ほどとですね変わらないということですけれども、まあパッと見ですねこのショルダーがかなり丸まっているのが一つポイントなのかなというところで、形状を見ていただくと分かりますね、ここかなり丸みを帯びていますね。なのでこちらの前のモデルと比べると、前のモデルの方が割と普通のですねトレッドとショルダーのですね境が割とある感じですけれども、こちらはですね丸みをちょっと帯びているような
そんな見え方をしているのが特徴でございます。はい、この新型の方ですね、いよいよ試乗してみたいと思います。さあでは新型行ってみたいと思いますけれども、もうあのここを今走ってる時点でだいぶ違うなっていうのはもうすぐに感じるところですよね。本当にやっぱりあの電動でもう電動オンリーで走ってるっていう感じがすごい伝わってきますし、ちょうどまあ今 EV モードになってますので余計にですね、あの滑らかな感じが伝わってくるっていうところでしょうね。アクセル踏んでいけば当然エンジンがかかりますけれども、このあたりもですね、前の車と比べるとすごくスムーズな感じというのは受けますね。端的にやっぱり違うのはコースに今入ってきてアクセル踏んでますけれども、前の車よりもそんなにこうアクセル踏んでないような感じなのに、もっとスーッとこう綺麗に出ていくところがある部分ですね。で今徐々にスピード上がってますけれども、まあ、全体的にあの前のモデルも全然悪い感じしなかったですけれども、もうやっぱり新しさがすごく感じられるものになっていますし、力の出方が本当にスムーズだなっていうところはありますよね。で今もう100キロぐらいの速度にはなってますけれども、先ほどは走ってる時にですね、もうこの A ピラー周りからの風切り音がすっごい入ってきてて、それだけがまあ気になる感じだったわけですよね。でむしろロードノイズとかエンジンの音とかっていうのはそんな気にならなかったんですけども、やっぱりこの辺りの音がすごい入ってくるぞっていうのがあったんですけど、それがもう新型になったらすっかりともう消えています。なのであの逆にですね、さっきの古い車よりもエンジンの音がむしろ聞こえてくるんじゃないかなと思えるぐらいのですね、まあ全体的な静粛性の高さがもうあるというところですね。それと先ほどはまあ100キロぐらいの速度でこう走ってる時にはですね、まあ、あの悪くはないけれども若干この上矢がですね、こう動いているような感じが、まあ、ちょっと揺れるような感じの動きがありましたけれども、この新型だとそれがないというのもありますし、やっぱりこの見た目がですね、もう前方視界が本当にこうクリアで広くて見渡しやすくてっていうのがあって、この辺りも大きく違うところですね。前の車もあのこの辺りもですね、ちゃんとあのウィンドウも入ってたんですけれども、それでもですね、見やすさがもう全然段違いという感じで、フロントの A ピラーから A ピラーまでの広さっていうのもそうですし、このサイドの部分の見える範囲も結構大きく感じるなっていうところですね。それと先ほどの車は例えばこういった巡航しているところからですね、アクセルをちょっと踏んだだけでもブワーという音がですね聞こえてましたけれども、この新型の場合はちょっと踏んだぐらいではやっぱり全然そういったですね、うなり音みたいなのも上げないですし、むしろちょっと踏んだらちょっと踏んだだけスーッとですね出ていくようなところがうまくできてるなっていうところですし、試しにここから、はい、全開にしますけれども、全開にしてもそのエンジンの回転と加速が滑らかにつながってるというかリンクしてるというか違和感がないものとして出てますし、まあ今120キロぐらいの領域なので、ここから踏んでもあのそんなに強い加速しないだろうなとは思いつつ、結構ぐーっと伸びていくところがあるので、そこもですねいいところですね。で、まあ、先ほどもこの車で150キロ行きあんまり体験はしないだろうということで走ってましたけれども、同じように150キロ行きまで走ってみると、まあ、先ほどはですね結構こう不安な感じとかハンドルのやっぱり手応えみたいなところっていうのが心もとなさとして出てきましたけれども、それもですね新しいやつはやっぱり感じないですよね。特になんかこうビタッとしてるとか、そのハンドルも手応えがグワッと出てるとかっていうことはないんですけれども、やっぱり動かないしハンドルもそんなにこう重いわけじゃないのにピタッとこう安定してるというか、触っていても不安な感じがないっていうところですよね。そこがまあ大きく違うところだなっていうふうに感じますね。車線変更なんかをしてもですね、まあ先ほどの車の場合はもうちょっとやっぱりこう動きがうっすらなんか揺すられる感じみたいなのが出てましたけれども、こちらはですねそこら辺もないということで、だいぶ進化してますし、なんかイメージ車がすごい軽やかな感じになったというか、なのに落ち着いてもいるし穏やかな感じもあるしっていうところですよね。この辺りはすごく進化しているところで、結構だから最初乗った時に
前の車が良かったというか悪くなかったんで、これよりどんぐらい良くなるのかなっていうところを感じたわけですけれども、本当にやっぱりもう出だしから、そしてあの落ち着き、薄られのなさ、そしてハンドルのしっかり感みたいなものを含めて全てやっぱり上回ってる感じありますし、今も車線変更しましたけれども、この車線変更した時の動きがスムーズですし、なんかこう不穏な感じの動きというのは全くないでしょうね。なのですごく楽にリラックスして運転できる感じありますし、今100キロぐらいで巡航してますけれども、例えばアームレスト出してこのような感じで添えてるぐらいの感じですけれども、これでずっと走っていっても楽に走れるような、そのぐらいのですね、落ち着いた感じがあってすごく好ましいなっていうところですね。前の車パッと乗った時悪くはないですけれども、やっぱり乗り比べるとコンパクトな車を3列シートにしてミニバンにしたので、ちっちゃい車だからしょうがないよねみたいなところとか、ちっちゃいそのサイズなのに背を高くしたりしているので、まあ横方向の動きとかでちょっと揺すられたりするのもまあ仕方ないよねみたいなところがどうしてもあったわけですけれども、そういうのがすっかりですね払拭されているものになっているというところですよね。今みたいなギャップを乗り越えた時のですね動きなんかも、多少のこの上下動みたいなのは出ますけれども、すぐにそれがこう収まるような落ち着きになってますし、ここの取り付け路でですね出ていく時も、先ほどはですねもっとこの揺すられてる感じ、上が重い感じみたいなのがありましたけど、そういった重い感じもないので、すごいなんか全体的にすっきりした印象を与えてくれるものになっています。さあでは、ワインディングに行ってみたいと思います。もうこの今入っていくところのシュッていう出ていく感じが、もうやっぱり新しいモデルはすっごいいいですよね。でちょっとあのアクセル多めに踏んでるのでエンジンもかかりますけれども、かかった時の音の小ささとか、音のこう回転の上がってき方と加速のリニアな感じとか、そういうところがすごく自然なものになっていて、あとはやっぱり大きく違うなって感じるのはこのハンドルの手応えですよね。これもまあ先ほど高速周回路でも言いましたけど、めっちゃこう重いとかがっちりしてるっていう感じではないんですけど、滑らかにこう回るものにはなってるんですけども、でもこう回してった時にちゃんとリニアな手応え感というか、そういったものが感じられるところがいいですね。なので、まあ、あの単純にこう手応えが出るっていうと、その重たくなるみたいな感じを想像する人もいると思いますけれども、決してなんかこう重たくなってるんではなくて、手応えだけがちゃんと出ていて滑らかに動いているっていう感じですよね。でさらにこの路面の荒れたところも、はい、あ先ほどに比べるとだいぶあのこう揺れた後の処理というか、そういったところが違うなっていうのが分かりますね。さっきはもうやっぱりゆっさゆっさみたいな残りの動きみたいなのが出てましたけれども、そういったものがですねやっぱり出ないものになってますし、うまく抑えられてる感じっていうのがありますよね。それとやっぱあの切り返した時のところも、さっきはひょこっていう感じの動きが出てましたけれども、そういったところも低減されているというところですね。あと全体的にこのなんか静けさみたいなのがうまく実現されてるなっていう感じがして、今までの車も悪くなかったですけれども、それよりもさらになんかこうしっかりと音も下がってる感じっていうのはありますね。まあ、でも全体的に静かになったんで、このハンドル切った時のですねタイヤのなんかこうサーっていう音みたいなのは、あのさっきよりも少し聞こえてくるというか、さっきは他の音も あって聞こえなかったんだと思うんですけれども、そういった音が若干入ってくるかなっていう感じはしますよね。この音ですよね、切ってた時のバーっていう音ですね。あでも全般的にすっごい滑らかですね。なんか本当にこうちょっとクラスが上がったかのような、そんな印象を受ける走りになってますね。それとこのボコボコしたところの通過する時のなタフな感じっていうのがすごくよくできてるかなっていうところですね。それとこの切り返しですね、これもあのさっきは右に切って左に切った時に真ん中通るところで手応えみたいなものもなくなるし、ちょっと揺さっていう感じの動きを感じてましたけれども、そういったところがないのがいいところですね。で全開にすると音はこのぐらい高まりますけれども、やっぱりさっきの車と比べるとだいぶその響き方なんかも違いますし、あの
実際にこう速度が上がっていくのと回転が上がっていくのが前の車よりはだいぶリンクしてますよね。そうですね、同じシステムを最初に搭載したフィットなんかの場合はほとんど電動走行してるんですけれども、エンジンの音とかの問題で、せっかく電動走行してるのにエンジンの音もでかくて振動も結構伝わってくるので、これはなんかエンジンで駆動してるみたいな感じですよねっていうところがあったと思うんですけれども、そのあたりもやっぱりこの世代になってくるといろんな部分が進化して、やっぱり電動感の方が強く感じられるようなものになっているので、そこもすごくいいところですよね。でやっぱりライバルといえばシエンタなんですけれども、シエンタの場合はどうしてもそのシステムの機構上、エンジンとモーターの力の合成みたいなところがありますので、まあ踏めば踏むだけこう回転と加速が乖離していくようなところの気持ち悪さみたいなのがあるんですけれども、そういうところと比べるとやっぱりこのホンダの EHEV は本当に電動感が あってですね、気持ちいい走りを実現しているなっていうのが、まあ、特徴ですけれども、この新型フリードでもまさにそのあたりがすごくよく感じられるものになっているというところで、まあ、今回はこのテストコースでの初試乗ですけれども、印象はですねすごくいいので、これで行動も相当にいいだろうなというところは容易に想像がつきます。はい、今試乗してきましたけれども、前の方がですね悪くない走りでしたので、どんだけ違うのかなっていうところは思ってましたけれども、もう走り出したらすぐにいいものになってますし、まあ、最近いろんなコンパクトモデルとかコンパクト SUV とかいろんなメーカー同士でも比較してますけれども、それと比べてやっぱりホンダのクオリティというのは非常に高くて強みがあるというところがですね、やっぱりこのフリードでもすごくよく出てるなっていうのは痛感した次第でございます。特にやっぱり電動感非常に強くなりましたし、走りのですね落ち着きとかそういう部分での進化というのは相当にでかいものになってますので、これね特に古い車乗ってる人はこれ新しいの乗り換えたらですね、おおこんな違うのかというのをすごく痛感するのではないかなというところで、まずはまあ今回ですねこのテストコースで乗りましたけれども、そこでのですね試乗した感じですと行動も相当いいだろうなという、そんな印象でございました。さあ先代モデルのハイブリッド、さらに新型のですね EHEV のエアですね乗ってきましたけれども、こちらはですねガソリンエンジンを搭載したクロスター、これもですね合わせて試乗したいと思います。まあこれまでですねハイブリッドモデルですね、特に EHEV 非常に好印象だなというところでしたけれども、それがないですねガソリンモデル、このモデルですね結構やっぱり購入をですね考えている方っていうのも多いと思います。ですので、結構ですね値段もリーズナブルで、なおかつ一番多く出るだろうというモデルですから、それがですねどんな実力なのかというところをですねチェックしていこうと思います。まあ、まずパッと見ですねこのちょっとアクティブな雰囲気になっているのが、まあ、このクロスターの特徴ですけれども、それ以外の部分はですね基本的にエアに準じているというところではありますね。で装着タイヤですけれども、こちらもですねグッドエアのですねエフィシェントグリップ、サイズは185の65の15ということで、サイズ自体は同じですね、アルミホイルのデザインが違うというところでございます。この車の場合は 1.5 リッターのガソリンで、そこに CVT が組み合わされていて、当然そのエンジン自体もそうですし CVT もですね改良が入っているというので、これまでのものに比べてどう感じるか、まあ、今回比較車はないですけれども実際にパッと乗ってみてですね、もうすでに、エアのですね EHEV 乗ったので、それはすごい出来がですね良かったので、それに対してもどうなのかというところも踏まえてですね見ていきたいと思います。では行ってきます。では行ってきます。いやこちらもすごい静かですね、普通にこう街中で加速していくような同じようなですね感じで加速してきますけれども、かなりエンジンの音も静かだなっていう感じしますね。特にまあ5、60キロぐらいまで加速するようなシーンだとすごく静かですし、穏やかな加速の時にはもう CVT もそんな全然気になることもなくですね、そんな印象です。走り出してエンジンがかかってるっていうのもありますけれども、まあ、さっきから比べるとちょっとそういった音がですねこう増えたかなっていう感じは少しありますよね。でこのまま100キロぐらいまで加速しますけれども、これが全開ですね。
で、まあ、あの全開になるとエンジンの音当然大きく入ってきますけれども、でもかなり余分な音は抑えられていて、エンジンの音だけが入ってくるような感じですし、やっぱりこの時にすごくいいなと思うのは、その CVT のですね、感じがほとんどなくてリニアな感じがですね、ずっと続いていく感じですよね。回転のその伸びと実際の加速みたいなのがどっかでやっぱり釣り合わなくなって、頭打ち感があってみたいなところを感じるのが、まあ大体こういったですね CVT のよくある感じですけれども、それがないというのがすごくいいところですね。で今も途中からですね加速をし直した時のこの感じもすごくこうすぐにちゃんと力がついてくる感じがありますし、そこから踏んでっても、まあ、多少のですね乖離していくような感じというのはありますけれども、それでも相当にリニアな方だなっていう感じしますね。これはね、いい HEV に比べるとすごい全体的に軽やかな感じがさらに増すかなっていうところですよね。あの静けさっていう意味においてはやっぱりどうしてもいい HEV の方が強いかなっていう感じしますし、こちらは高い速度になってくるとエンジン回ってるなっていう感じは当然伝わってくるわけですけれども、まあその分ですね軽やかな感覚というのはですね、先ほどのいい HEV よりも強いものに感じられますね。で今もまあこれも150キロ近いところまで、出してますけれども、この時もですね安定した感じになってますし、まあ、ちょっとさっきより風が強いんですけれども、そういった時のですね横揺れとかそういうものもほとんど感じられないので、この辺りはすごく落ち着いているっていう部分では共通しているところがありますよね。ただ同じように落ち着いてても違うのは、向こうの方がもうちょっと重みみたいなものが加わってたので、そこから比べるとこちらの方が軽快というか軽さというかですね、そういったところが少しある感じというのは違いとして感じられるところですね。 EHEV 搭載モデルからすると、まあ、こちらの方がリーズナブルなモデルになるとは思うんですけれども、決してですねこのリーズナブルになっても安っぽい感じというところが出てくるのではなくて、むしろキャラの違いみたいなものが感じられるような、そんな仕上がりになってるっていうところですね。なのでこちらの方がだいぶ軽快な印象を受けるというものになっています。先代モデルは、IDCD 搭載しているモデルでしたので、ドライブトレイン自体は違いますけれども、やっぱりあそこから比べるとこちらのモデルはガソリン車ではありますけれども、やっぱり落ち着きとかですねピタッとした感じとか、あとハンドルのしっかり感とか、そういったところはやはり新型の共通部分として EHEV と同じように感じられるものになってますね。じゃあ高速道路で、はい、走ってるようなシーンをですね、押してみたいと思いますけれども、これで今100キロでホンダセンシングオンで走ってるような状況ですね。車線の中での位置なんかも、まあ、大体真ん中ぐらいになっていて、まあ、結構左側に寄る車も多いですけれども、ほぼほぼ真ん中ぐらいを、まあ、走ってるかなっていうところですよね。それと今カーブに入って、この辺りもですね私は操作してないので、ハンドルがですね車の方で切ってるわけですけれども、こういったところの定常的なカーブでのハンドルの切り方も、まあ、若干この手の中で少しこう左右を見てる感じっていうのはありますけれども、とはいえだいぶ綺麗にトレースしてる方かなっていうところですよね。いやでもこれはですね実際に乗ってみて、ガソリンもやっぱりかなりそのいい車に仕上がってるぞっていうところですし、新型のいい HEV で乗った時の良さっていうのはほぼほぼ全て受け継がれてる感じっていうのはあって、これはいいですね。まあ、むしろガソリンのモデルの方が購入される人もですね多いでしょうし、価格的にもリーズナブルで注目している人も多いと思うんですけれども、ハイブリッドモデルじゃなくてもやっぱり出来の良さというのはすごく感じられるものになっております。むしろこちらの方が軽い感じで走れる、気持ちよく走れるものにもなっているというところですね。さあでは、ワインディングを走ってみたいと思います。この辺りもさっきの EHEV と比べるとだいぶエンジン音がでかいかなっていうところですけれども、まあ、エンジンの音と加速がリニアなのはやっぱりいいところですね。だこっちはやっぱり本当にすっきりした感じが際立ちますね。ハイブリッドと比べるとだいぶ
っきりした印象を与えてくれますね。それとハンドルの感触ですけれども、これも先ほどの EHEV と同じなんですけれども、手応えがですねちゃんとこうあるというか、重さはそんなにこうすごい重たくなってるわけではないんですけれども、きっちりとですね車の動きとつながってる感じがあるので、先代の車と比べるとだいぶ大きく違うところですよね。まあさすがにこのワインディングになってくると、割と低い速度でアクセルを結構開ける頻度が出てくるので、そういったところでのですねエンジンの音の大きい感じっていうのは少し感じるところではありますけれども、まあこの辺りも音自体は綺麗に揃っていて、まあライバルなんかと比べるとですねだいぶ粒がですね揃った感じの音にはなっているぞっていうところですね。ああでもこっちの方がやっぱり非常に軽い感じがあって、すごく素直な印象があるので、むしろハイブリッド相当質が高いなっていう感じがありましたけど、こっちは素直になんかこうバランスが良くて好印象な感じですね。だから普段多分乗ってる時はそんなにこうエンジン回転上がらずに走るので、あんまり気にならないところではありますけれども、まあ、こういったところで走ると、例えばまあ3000とか4000とかそのあたりになってきた時の音は、まあ結構ガソリンモデルだねっていうところに来るのかなっていう感じはありますね。こういったところですね、このぐらいのところになってくると、まあ、4000回転ぐらいになってくると結構な音の感じではあるというところですね。今回先代モデルの iDCD、 そして新型の EHEV、 さらにこの新型のクロスターのガソリンと乗ってきましたけれども、やっぱり新型のシャシー性能の向上というのはすごく大きいなと思いましたし、もちろんパワートレインもですね以前のものに比べるとだいぶですね質の高いものになったというのはもう間違いないところかと思います。ライバルのですねシエンタと比べると大きなですね差をつけたというのはまあ間違いないところですね。というわけで、今回はですねホンダの新型フリード、これをですねテストコースでの初試乗ということで、ファーストインプレッションどんな感じなのかなというところでしたけれども、まずハイブリッドモデル、これはですね先代と比べると大幅な進化をしてましたし、やっぱりこう EHEV のいいところというのがですねどんどんやっぱり新しいモデルになるに従ってですね良さが出てきてるなということを感じました。そして、今回はですねエアーとクロスターという2種類のモデルがありますけれども、これでですねまあニーズもですねだいぶこう大きく分かれるようなものになりましたし、走りにおいてはどちらもですねやはりその良さというのが出てますので、これにおいてはモデルにおける違いみたいなのほとんどないですので、どっちも安心して買えるものになっていると思います。あとはまあハイブリッドとガソリンと2種類あるというところですけれども、ガソリンモデルでもむしろですねリーズナブルな上に素直な走り、上質な走り、これがですね得られるものになってますので、ここも良きところかなというふうに感じました。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そんな思いでラブカズ TV は動画を制作しております。そしてこのような動画制作のためには皆さんの応援が必要です。チャンネルの登録、動画への高評価合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車別の動画でお会いしましょう。ラブカズ TV 川口学でした。